はい、どうも皆さんこんにちは、渡辺です。小家です。小家さん、今日もよろしくお願いします。お願いします。ですね、今日はですね、またちょっと新商品をゲットしたんですけど、ドライヤーです。今回見えるかな、これキスニューヨークさんの、ドライヤーで、僕いつもこのブラシを使ってるんですけど、このちょっと派手な、こう普通に溶かすのに、濡れた時に溶かすの便利やな、これ、はい、これのメーカーさんのドライヤーです。新しいやつで、でこれがちょっとすごいなと思うのが、ここの何ていうんですか、これ口、ドライヤーのノズルが、これちょっとね、うるさいかもしれないですけどね、見えるかな、これ回ってるんですよね、ぐる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 と。普通のドライヤーってもう普通にこう一直線しか出ないんですけど、これもうくる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 回るので、何ていうんですか、髪がこう循環するというか、髪の毛のこの内側、例えば小家さんのこうやった時に、この中側が乾きやすいみたいな、ちょっと横向きですね、この小家さんのこの中側が乾きやすいっていうのが特徴で、なんかそれをやることによって、根元の立ち上がりだったりとか、あとこう熱によるダメージがちょっとこう軽減されて、あとこうつけるやることによって、顔のリフトアップもあると。だからダメージも抑えて、髪の毛早く乾いて、根元立ち上がって、で何やったっけ、顔のリフトアップそう、それがあるというドライヤーなんで、ちょっとそれをちょっと検証で今日はちょっとやっていきたいと思います。で、小家さんの今日もう何もしてない状態で、普段も普通に乾かしたらこう髪の毛ペタンとした状態になってるんですけど、これでちょっと根元の立ち上げをしっかりとちょっとやっていきたいと思いますので、根元の立ち上がりでちょっとお困りの方だったりとか、髪の毛早く乾かないという方、よかったらこの動画を見て参考にしてみてください。それでは動画をスタート。はい、これがビフォーの段階です。根元に立ち上がりがなくてペタッとした状態になってます。はい、じゃあこれでちょっとタオルドライをした状態です。まずはブラシでしっかりと毛先を溶かします。この時こう引っかかりがないぐらいまでしっかりと溶かしておいてください。ちょっとトリートメントもつけていきます。トリートメントも同様に毛先を中心にしっかりとつけるようにしてください。ではドライヤーで乾かします。で、まずドライヤーをかけるときに根元を中心に風を当てていきます。毛先に当てると結構乾燥したりとかパサつきの原因になるので、ドライヤーをまずは根元に当てていきます。で、結構近めにちょっと当てていくんで、通常だったら結構離さないとドライヤーの風熱いかなと思うんですけど、ちょっと近めにやっていきます。今こっちだけちょっと重点的に乾かしたんですけど、もうこの時点で根元は完璧に乾いてます。毛先はちょっと濡れてる状態なんですけど、この状態の方が乾かし方的にはベストなので、まずは根元にしっかりと乾かします。で、髪の毛の量がすごい多い人は多分だいぶ乾くの早いかなと。で、結構近場に当ててるんですけど、全然言ったら髪の毛も熱くなくて、やっぱこのくるくるがなんていうんですかね、うまいことこう風を分散してくれるんで早く乾くのかなと思います。次ちょっと根元付近を乾かしていくと、今ちょっとパカッと分かれてる状態で、この状態で乾かすと基本的にはもうボリューム出ないので、どのドライヤー使ってもそれは一緒です。なので、分け目をどちらか左右に最初に分けておきます。こっちでとりあえずは分けて、でドライヤーの風を当てていきます。で、さっきと同様に結構近場で当てていきます。で、当てる角度は少しだけこう上に向かってドライヤーの風を当てる方がいいかなと思うので、そういう形でやっていきます。次は反対側もこっちに向けてドライヤーの風を当てていきます。
でこっち側もドライヤー当てた後、結構こういうことによってこう根元の立ち上がりも結構できやすいかなと思うので、分けてこっちから分けてこっちから分けて乾かしてあげるとふんわりとします。これがドライヤー後の根元の立ち上がりです。少し心なしくこうふんわりとしてるかなと思います。残りも全部乾かしていきます。はい、こんな感じで仕上がりました。でちょっと使ってなんか僕の中での特徴なんですけど、結構こう振動が来るんですよね。この多分回るやつで振動が来て、でこの振動で多分こう頭皮に当たって多分マッサージ効果でマッサージされてリフトアップ効果もあるのかなと。だから結構なんていうんですか、使ってるだけで頭皮マッサージしてるので男性の方でもいいんちゃうっていうなんか感じの印象をちょっと受けました。で、本当に髪の毛の量が多い方はマジでおすすめかもしれないですね。すぐ乾きます。ちょっとドライヤーでこう途中動画ではこう早送りちょっとしちゃったんですけど、でもだいぶ乾きやすいかなと。なんかこう使われててやっぱりこう頭皮にすげえ近くに行けたんですよね。普通このぐらいでやらなダメなんですけど、だいぶ近めでこう乾かしてもこれで熱くないんですよね。これ多分使ってみな分からんやつやな、はい、けどもう本当に例えばちょっと今つけるんですけど、ローでちょっと熱い風です。これ普通だったらこれでも熱いじゃないですか。でもこれ全然熱くないです。これ今回ってます。これ全然熱くないです。これ熱そうやんな、うん、でも全然熱くないです。これ全然いけます。これでいろんなドライヤー出てると思うんですよ。いいドライヤーとか、うん、でもこれも結構僕は使いやすいかなと。でイオン効果もあるから結構なんていうんですかね、と髪の毛にも優しい感じにできてるんで、ダメージも出にくいかなと思いますので、まあちょっと今日トップの立ち上げと、まあ、早く乾くかどうかみたいな感じでちょっと検証の動画を作らせてもらいました。またリクエストだったりとかコメント、これに対してのコメントでも全然大丈夫ですので、またどしどし言ってください。こんな感じでお送りしました。またじゃあよろしくお願いします。さよなら。